にちは、 ABS プロスタッフの徳江和則です。今回はトラック社最新作 408A のレポートをお送りいたします。 A アンギュラーの性能分布でこれほどまでに先でのシャープさを前面に打ち出し、明確に角の出るリアクションのボールは今までなかったと思います。最も先まで走り、角が出て最も遅れて一気に向きを変えるレイトリアクション性能の 408A の発売です。テスト時に私が一番強く印象に残ったのが、意外にもポケットヒット率の高さでした。こういう性能の場合、オフルに乗ると曲がらなかったり、急激に曲がったりと挙動を強く感じるのですが、4の強さ以上にスキット中のオイルキャッチを感じ、ドライゾーンとやや伸びているエリアとの差が急激に感じない不思議な性能のボールです。もちろん今までのボールの中で最も先までスキットする感じと、バックエンドで一気に向きを変えるリアクションイメージは強いのですが、それほどオイルに弱くは感じないのに、思った以上にスキッとすると感じる部分と、これだけ急激に曲がる性格のボールでポケットヒットしやすく感じたこと自体が不思議というか面白く、テスト時にも数球だけで発売を決定できたインターナショナル製品の中でもごく稀な出来上がりの良さということが言えると思います。 408C と比較投球しましたが、 A と C の違いはもちろんのこと、 408C と同等のキャッチ感を保ちながら、ボール2個から3個分ぐらい遅れてから明確に切れ込む曲がりを感じることができます。双方はスキッド能力こそ違えど、曲がり幅は同じぐらいで、遅れてリアクションを起こしても408C と同等の曲がり幅を得られるということは、それだけバックエンドの動きが大きいということを理解していただけるでしょう。これこそ A アンギュラーの決定版といっても過言ではない性能、ぜひ多くの皆様に極上の出来栄えを試していただけたらと思います。ナンバーシリーズ最大級の走りとバックエンドの鋭い切れ味を兼ね備えた 408A、 爽快に一気に向きを変える激しさはまさに A を名乗るにふさわしい性能です。ぜひこの 408A お試しください。